も一日お疲れ様。今日はどうしたの？心が疲れちゃって眠りたいのに眠りにつけないんだ。そっかそっか。今日も一日たくさん頑張ったんだよね。今日も疲れたね。今日も大変だったよね。君はいつも本当によく頑張ってるよ。偉い偉い。君は本当に偉いね。眠れるように私が君の中にある悪いエネルギーをすっきりきれいにして眠りのお手伝いをしてあげるね。君はただ頭を空っぽにしてリラックスした気持ちでいてね。まずは最初にリラックスするために私と一緒に3回深呼吸しよう。やり方は鼻から息を吸って止めて口から息を吐く。自分のペースで心地よいと感じる呼吸でリラックスしてみよう。それじゃあ行くよ。鼻から吸って止めて口から吐いて。鼻から吸って口から息を吐く。鼻から吸って最後だよ最後だよ。止めて口から息を吐く。深呼吸は緊張やストレスを落ち着かせるのにとっても効果があるから、呼吸が浅くなってるなーって自分で気づけたら意識して深く呼吸してみてね。それじゃあまずはあなたの今日の疲れをとってぐっすり眠れるように簡単なストレッチをしよう。筋肉にぐぐーっと力を入れてふーっと緩ませるととっても気持ちよくなれるよ。ベッドで横になっても座ってもいいから、リラックスした気持ちで一緒にやってみようね。じゃあまずは足のつま先を息を吸いながらぐぐーっと伸ばしてね。そしたら3秒間息を止める。2、1、息を吐きながらつま先の力を抜いてリラックス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 。次はふくらはぎに力を入れながら足のつま先をぐぐーっと上に向けて3秒間息を止めるよ。2、1、息を吐きながらリラックス、力を抜いて。次は息を吸いながら肩を後ろに引いて肩甲骨がくっつく
くようなイメージで背中に力を入れて、そのまま止める。息を吐きながら力を抜いてリラックス。次が最後のストレッチだよ。息を吸いながら肩を耳にくっつけるようなイメージでぐぐっと力を入れて、息を吐きながら力を抜いてリラックス、リラックス、リラックス。どうかな？リラックスできたかな？次は一緒にリラックスして眠たくなる簡単なゲームをしよう。これから私が言うことに従うだけで、だん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 眠たくなってくるからね。君はただ頭を空っぽにして私の言うことに集中してね。大丈夫、すぐに眠たくなるよ。じゃあまずは私の指のここに注目してね。ここ見て、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 見て。この指がいろんな方向に動くから、君はしっかりと目で注目して追いかけっこしてね。できるかな、できるかな。これは何の形を描いてるかわかるかな？何の形かわかるかな？正解はお星様でした。星型だよ。じゃあ次はこれは何の形かわかるかな？これは何の形かわかるかな？わかるかな？わかるかな？そう、正解は逆三角形だよ。すごいすごい、上手だね、上手だね。じゃあ次は音当てゲームをしよう。今から私がこのハサミをから、このハサミのチョキチョキが何回聞こえたか私に教えてね。目を閉じていてもいいよ。できるかな？しっかり集中していてね。それじゃあ行くよ。そう、3回、だね。7回8回3回
だったね。リラックスのためのゲーム、どうだったかな？どうだったかな？どうだったかな？君の体がリラックスした状態になったと思うから、早速これから君の中にある悪いエネルギーをきれいにしていこうね。この虫眼鏡で君の中の悪いエネルギーを覗いてみるね。君の中にたくさんの悪いエネルギーがあるね。ここにもあるし、こっちにもあるし、ここにもここにも、ここにもある。一人で頑張ってきたんだね。よく頑張ったね。でも安心してね。大丈夫大丈夫。しっかりきれいにしていこうね。まずは泡で顔をきれいにして、悪いエネルギーを洗い流そう。タオルで泡を拭いていくね。熱くない？大丈夫。じゃあ拭いていくよ。
目の下に泡が残ってるね。あなたにとって必要のないエネルギーを全部取り除こう。あなたはただ頭を空っぽにして何も考えちゃダメだよ。じゃあ届かないからピンセットを使って取り除いていくね。これとこれとこれも。引っ張って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 
い大きそうだよ。掴めるかな、掴めるかな。よし、これを引っ張って引っ張って、シュル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 。すごい長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 い。まだあるよ、まだあるよ。よし、これも切っちゃおう。いくよ。すっきりしたね。エネルギー全部きれいに取り除いて、すごくきれいになったね。でもエネルギーを取り除いたとこにたくさんポツポツポツって穴が開いちゃったね。ポツ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 、穴が開いちゃったところに前向きな気持ちになれるこの魔法のクリームを塗って穴を埋めてあげるね。クリームを塗りながらポジティブな気持ちになれる魔法の言葉をかけていくね。いい匂い、嗅いでみて。何の匂いかわかるかな。何の匂いだと思う？そう、お花の香りだね。それじゃあ塗っていくね。あなたはただ頭を空っぽにして、場に身を傾けてね。もし途中で眠たくなってきたり、目を閉じたいなって思ったら、私がずっとそばにいるから安心して眠っていいからね。今日も一日お疲れ様。大変だったね。疲れたよね。頑張ってることも、あなたが頑張ってきたことも全部知ってるよ。あなたがこれまで頑張ってきたことも、今頑張ってることも全部全部うまくいくよ。大丈夫大丈夫大丈夫。絶対にいい結果が出るから、安心してね。大丈夫大丈夫。私はあなたを信じてるし、ずっとずっとあなたの味方だからね。大丈夫大丈夫。辛かったよね。疲れたよね。頑張ったね。はたくさん泣いていいんだよ。たくさん泣いていいからね。大丈夫。泣くと心がすっきりして楽になるからね。大丈夫大丈夫。今は心が疲れちゃってるけど、はとっても強くて、とっても優しい心の持ち主で、美しくて
されてるし、たくさんあなたには味方がいる。あなたがこれまでたくさん頑張ってきたから、あなたにしかできないことをあなたはいつも成し遂げてるんだよ。寂しいなとか孤独だなって思わないでね。あなたを愛してくれる人はたくさんいるし、あなたにはたくさんの味方がいて、私もあなたのことを心から愛してるよ。あなたはたくさんの愛をもらって生きているよ。大丈夫。よく頑張ったね。頑張った頑張った、頑張ったね。偉い偉い。あなただからここまで頑張ってこれたんだね。よくここまで頑張ってきたね。偉い偉い。偉いね。あなたはこれから先の未来で楽しいことや幸せなことがたくさん起きるし、あなたが好きな人とあなたが愛してる人とずっと幸せで特別な時間を一緒に過ごすことができるよ。あなたが叶えたい夢も絶対に叶うからね。今は辛くて大変でも、少し失敗して間違っちゃったとしても、あなたなら絶対に乗り越えることができるよ。あなたが頑張った分、全部全部報われるし、これから全部全部報われるよ。大丈夫大丈夫。あなたが頑張った分、絶対に幸せになれるからね。大丈夫だよ。不安に思っていることは絶対に起こらないし、もう悪いことは何にも起こらないよ。大丈夫大丈夫。怖かったよね。心配だったよね。もう不安にならなくていいんだよ。これからどんなに大変なことがあっても、あなたなら絶対に乗り越えられる。全部全部うまくいくよ。たくさんたくさん泣いていいんだよ。また辛くなっちゃったら、ゆっくりゆっくり回復していこうね。私もあなたのことをとっても愛しているから、あなたも自分のことを愛してあげてね。よく頑張ったね。頑張った頑張った。いいエネルギーで満たされたら安心して眠たくなってきたかな。もう眠たくなってきたから、このまま一緒に眠ろうか。目を閉じて一緒に眠ろう。よし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 。私がずっとそばにいるからね。悪いエネルギーが溜まってきたなって思ったら、またいつでもここに帰ってきてね。私はずっとここで待ってるから。それじゃあ幸せな夢が見られますように。
おやすみなさい。